無線 LAN クラブのエリアであることを示すステッカー無線 LAN クラブは NTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供していた公衆無線 LAN サービス2005年12月20日にサービスを終了している日本国内での商用公衆無線 LAN サービスが2002年に相次いで開始され同様に M フレッツを開始した NTT 東日本が 公衆無線 LAN サービスの提供を専業とする完全子会社として NTT ブロードバンドプラットフォームを設立した際に n t t b p u m のサービスと発表されたのが無線 LAN クラブである。M フレッツは現在でも一般的なインターネットへの接続がメインのサービスとして開始されたが無線 LAN クラブは当時ある程度普及していた PDA の独自コンテンツの 配信も行うという特徴があった。アクセスポイントは、首都圏の駅を中心に展開され、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東京急行電鉄、横浜市営地下鉄などの駅構内及びその周辺に設置されていた。使用していた無線 LAN の通信規格は i e e 8 0 2 1 1ビットサービスプランとして、 定額利用の月額1500円のプランのほかいくつか用意されていた。2002年8月1日から11月30日まで限定モニター対象の試験サービスを実施。2002年12月21日から正式サービスを開始した。その後、NTT グループ内で並立していた各公衆無線 LAN サービスでそれぞれ独自に設置されていた。 アクセスポイントの一部を NTTBP が保有、各サービスで共有する形で展開を図ることになり、それに合わせて NTTBP 運営の無線ンクラブは2005年12月20日にサービスを終了した。NTT 東日本無線ンサービスに関する新会社を設立、試験サービスを実施2002年7月15日、BB Watch 無線ンクラブのご案内、ゾアリス、 シャープ、NTT グループ、無線ランを一部統合。無線ランクラブは終了2005年7月12日。IT メディアニュース n t t b p 無線台クラブの終了に伴う代替サービス以降の、受付を開始2005年8月11日 BB、ウォッチ。ありがとうございます。